原料となる、ベニバナサフラワー油、は、ベベニニババナナの種子から採取される油脂ベニバナ油、脂。サフラワーオイルとも呼ばれ、主に食用油として用いられる。ひまわり油であるサンフラワー油とご期されやすい。ベニバナは色素原料として古くから栽培されてきたが、食用油原料として用いられるようになったのは近代に入ってからである。1950年頃からアメリカで、 商業生産が始まったが、当時は塗料やワニスなどの原料として利用された。工業用としては1960年代頃から生産が増えた安価なオ王ゴに変わられ、サフラワー油の用途は食用へと変化していった。日本には1958年にサラダ油として販売が始まった。当時日本には紅花に対する関税の規定がなく、価格面で王ゴと対抗できた。 1957年にオレイン酸を主成分とするベニバナの変種が発見され、後に品種改良によりハイオレイク油として生産されるようになった。1990年代に入るとリノール酸の取りすぎの弊害が指摘され、従来の高リノール酸タイプからハイオレイクタイプへの転換が進んだ。日本ではリノール酸に対するかつての健康イメージもあり、 主に家庭用高級食用油として、オーゴやナタネ油に比べ、高価格で販売されている。日本での消費量は、年間約6万トン前後で推移している。水素添加すると荒い結晶が生じるため、そのままでは、マーガリンなどには適さないが、麺実油の添加によりある程度防止できる。サフラワー油は、完成油であり、生成したものは、 油絵の溶き油としても用いられる。アマニ油と比べると乾燥が遅く、塗膜の強度は劣るが、比較的応変しにくい。こちらの用途には固まりやすい氷のオルサンタイプが適する。ありがとうございます。